うららさん、大丈夫でしょうか？あ、やっぱり私、言い方強すぎましたか？え？ああ、いいえ。あれくらいは普通、というより必要なことですよ。すみません、嫌な役を任せてしまって。いえ、そんな。うららさんが今直面している恐怖は私も分かっているつもりなんです。6年前、私がオペレーターになりたてだった頃は、自分が原因で人が傷つくのがとにかく怖くって、なんでオペレーターなんかになっちゃったんだろうって考えたこともありました。私も身に覚えがありますね。偵察班を誘導していたら、強敵とばったり鉢合わせにしてしまったり、乱戦をしているところに別の荒神を合流させてしまったり、あげたらキリがないですが、自分の行動一つ一つが人の命を簡単に左右することをつくづく思い知らされました。お二人の話を聞いてると身につまされる思いですね。整備士時代に野戦オペレーターさんの仕事を何度も間近で見てきたはずなんですが、いざ自分でやってみると、一回の任務の中でこんなにも恐ろしい瞬間が何度も訪れるのかと肝を冷やしますよ。人が目の前で傷つくことが怖いのは今でも変わりませんけど、自分の大切な人たちが自分の知らないところで傷ついたり亡くなったりしてしまったら、それこそ私には耐えられない気がするんです。そうなんですよね。難儀なものです。隊長さん、私こったら怖さと戦ってるの自分だけだ。だからきっとオペレーターさん向いてねえんだって思ってました。でも皆さん毎日当たり前のようにその恐怖と戦ってて、当たり前のように全力を尽くしてて、私も自分の知らないところで皆さんが傷ついたらやっぱり耐えられません。だから私もっと頑張る。